家庭菜園を手軽に始めてみたい、そんなあなたにおすすめなのがカインズの一コマ菜園。もうすでに畑みたいですごい嬉しいです。こんな狭いスペースで30種類も栽培。あなただけの理想の畑を作ってみませんか。私の実家の庭でも母が家庭菜園をやっておりまして、毎年ゴーヤを育てて収穫して食べていました。なので自分で育てた野菜が美味しい楽しいっていうのは知ってたんですけど、全然手伝ってこなかったので、何から始めればいいのっていうところで全然わからないので、今日は楽しくやっていけたらいいなと思ってます。でもね、最近レンタルの畑とかもありますからね、初心者の方でも始めやすいかなって思います。何でも揃うホームセンターカインズでおすすめの家庭菜園があるということで伺ってみましょう。カインズではですね、一コマ菜園というものを推奨しております。初心者でも1年を通してたくさんの野菜を気軽に作ることができるものとなっております。一コマ？コマって何ですかって感じですね。一コマ菜園とは、縦2メートル、横2メートルの菜園を16区画に分けて野菜を栽培する家庭菜園スタイル。同じ区画で時期をずらして栽培すれば1年間でなんと30種類もの野菜が育てられます。30ですか？めっちゃありますね。私の理想としては、もう一品欲しいっていう時にすぐに畑から野菜取ってこられるっていうのが理想なんで、1年通してこう順々にずらして何かしらいつでも収穫できるものがあるっていうのが理想ですね。大根とかですかね。あ、味しみしみの大根食べたいです。まずは土作りから始めていきましょう。用意するものはこちら。しばらく耕していないこのような畑、まずは大きなスコップで石や雑草などを取り除きます。あ、意外と根っこが下にいたりするんですね。実は今回のロケで一つ気がかりになっていることがあるという瀬田さん。虫特にこうウゴウゴする系の虫超苦手なので、ちょっと絶対出ないでくれとか思ってますけど。こっちも腰を入れる、こう。これでいいんですか？こんな狭いのですね。なんかこんなんで30種類もお野菜ができるなんてちょっと信じられないくらいの狭さです。次に小さなスコップでザクザクと刻んで土を細かくします。そして次は、普通土作りっていうとですね、堆肥とか化学肥料とか結構面倒なところが多いそうなんですけど、このカインズの美味しい野菜を育てる培養土っていうのを使えば、もうこれを混ぜるだけで栄養がしっかり行き渡るそうなんで、初心者なのでとっても嬉しいです。先ほど軽く耕した2メートル四方の場所に培養土を加えたら、冷気を使って全体を平らにします。めっちゃ簡単にこれ平らになるんですね。超楽。すごい、もう植えれそう。土作りが終わったら次は区画作り。こちらのロープ止めと麻紐を用います。これで一コマ菜園のコマを作っていくっていうことですね。じゃあ早速やっていきたいと思います。今回は4メートル四方の畑に16区画作るので、50センチ間隔で16箇所ロープ止めを打ち込みます。打ち込んだら一つ一つ麻紐を通して区画を作っていきましょう。はい、これで区画作りができました。やった。結構綺麗ですよね。さあ、いよいよ苗植え。
種まきをしていきましょう。まずは苗植えから。今日は冬収穫できる野菜ということで、パセリとキャベツとブロッコリーを用意しました。ブロッコリーって冬に収穫できるんですね。スーパーだと年がら年中置いてあるので季節知らなかったです。勉強になりました。今回は16の区画にこのように野菜を植えていきます。まずはブロッコリーちゃんいきます。苗は一区画に一つずつ植えていくだけ。隣の区画との間隔もちょうどいいので間引く手間もありません。お、いい感じなんじゃないですか。これいい感じ。おいし、はい、苗植え終わりました。もうすでに畑みたいですごい嬉しいです。次は種まきをしていきましょう。巻き方なんですけど、この春菊、ほうれん草、人参は筋巻きをするみたいです。人参などの根菜類は筋巻きという方法で種をまきます。このように指で筋を作り1センチ間隔で種をまきます。これね、冬収穫ということで鍋、自家製野菜で鍋したいので好きな具材の春菊を多めに植えていこうかなと思います。次に大根。大根は天巻きという巻き方。瓶の蓋などで軽く穴を開け、数粒の種をまいて土をかぶせるだけ。はい、種を入れて土をかぶせていきます。今ね、お野菜植えたんですけど、すでに我が子のようなちょっと愛情が湧いてきてしまって、これからお天気とかすごい気になりそうです。嵐とか来たらどうしようみたいな、枯れちゃわないかななんてすごい心配になるんですけど、元気に育ってくれることを祈ってます。庭やベランダなどそれほど広くないスペースでは、このようなガーデンフレームを使ってコンパクトに始めることもできます。数ヶ月経つとこのようにたくさんの野菜がなり、達成感を味わうことができるのが魅力。今回ご紹介したおすすめアイテムはこちら。気になるアイテムは概要欄より詳細をチェックしてください。カインズが近くにないよという方はオンラインショップもありますので、合わせてご利用ください。チャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。